皆さんこんにちは、高橋です。35キロの弓を引き、30キロで100射を達成し、37キロで MVP を稽古して、37キロの弓に挑戦中の高橋と申します。強い弓を引いている人間だからこそお話しできる全く違った弓道の観点と考え方を皆さんにお話しするチャンネルでございます。前回ですね、今年、1月にですね、私は動画を撮りました。弓道における3つの課題っていうのをですね、何か解決の方法を考えたりと。1つ目は初心者ですね。初心者の人たちがですね、こう効率よく上手くなる方法っていうのがないのかということで、それをですね、対策するための動画っていうのを撮りました。でさらにですね、これはホームページとか見ていただけるとですね、その具体的なメソッドとか、そういった練習方法であったりとか、そういうのをまとめました。で、その次にですね、ゼロ重心と内容をお話して、これ正しい弓道連盟の引き方というテーマでですね、お話しました。要は、弓道連盟というのは、県によってですね、弓の引き方とか形って全然統一されてないので、人によって言っている内容と実際の形と審査で求められる形とか審査の基準って県によってバラバラです。ですのでそれがゆえにですね、弓道連盟の環境で人間関係に悩んでしまって、誰の内容に従えていいのかがわからないというので困っている人がいました。だけどそれをまあこう具体的に解決する方法ですね、それをお伝えして、皆さんの動画で、今 YouTube で動画で、私のこの YouTube の動画で見ることができます。でこれ結構ね、自分の中で良かったなっていうふうに思いました。実際これでね、講談受かった人も何名かいらっしゃって、すごいなと本当に思うんですけど、そして最後ですね、これがおそらく私のこうメインのテーマになるだろうと思われるんですけど、弓と禅です。これでどういうことかっていうと、弓道を禅の視点を取り入れて、全く違った弓道の考え方や弓道の面白さを伝える、ここがおそらく最後のこう今年一番で、ね、こうやらなきゃいけないっていうか、来年向けて来年のやるべきこともどういうことなのかっていうと、おそらくこれが中心になると思うんですけど、その弓道が禅とどうつながってるのかっていうのをですね、皆さんに少しでもですね、動画で、お話しできればなというふうに思います。実は私ですね、こう禅とお話しすると、仏教とか禅っていうのは非常に重要になってくるんですけども、その曹洞宗で私、お寺で働いてた経験がございます。で、その仏教の知識っていうのは実は本を読んだだけでは意味がなくてですね、これ実際の雑務によって身につくものなんですね。その考え方であったりとか、どう人と向き合うのかっていうことであったりとか、ね、いろんな状況、考え方、人の向き合い方があるんですけど、これは弓でも同じなんです。弓にはいろんな知識であったり、考え方であったりとか、もしくは科学的なね、見地であったりとか、見方とかあるんですけど、重要なのはそこの結果ではなくて、それをどういうふうに自分の中に取り込むか、そこがとても大切です。これは弓と禅を実際につなげた方々が世の中にいらっしゃるんですけども、そういう方も同じことをお話ししてます。で、おそらく皆さんがさらに弓道をどんどん面白くなる方法っていうのは、私はこれがもう一番最適解だと思ってます。そう、弓と禅っていうのは何かっていうと、ざっくり言うと、弓は、これ禅弓連というのは、要は形ですね。この禅弓連の指定する形を身につけることが第一の目標であると。それいわゆる作法であったりとか、いわゆる弓道の形あるじゃないですか。さっきもお話したね。しかしこれはもう初心者の人とか、人間関係に今現在困ってる人もですね、もう私のこの動画見れば、その全体は解決できないにしても、もう6、7割ぐらいの人たちはこれで解決いけると思ってます。だからぜひね、 YouTube で私の動画をぜひもう存分に使っていただきたいというふうに思っております。しかし
私の目指すことはこれです。弓と禅によって自然体を目指すと。でこの自然体っていうのは何なのかって言ったらですね、筋肉の観点で言ったら柔軟な身体ですよね。これ信念で言ったらですね、自分のなろうと思わなくてもなれるものに、なっていくということですね。人との向き合い方、そういったものでも、これは仏教とかそういうもので、お話しされる内容っていうのをですね、私の観点からお話しできたらというふうに思うんですね。これ人間関係でもそうです。もう仏の心っていうのはですね、誰に対しても優しくとかじゃないんですよね。明らかにダメなことをやってる人たちは自分自身の観点で行動を起こす。それは優しい行動とかではなくて、できる限り相手に相手のことを思い、そして、自分自身行動していくということなんですね。この弓と禅の考え方っていうのをですね、まあ、ちょっと意識してですね、最近まあ狙い目の動画とか押しての動画とかそういうのも撮ってると思うんですけども、そこの部分をよりね、あの皆さんに分かるようにこれから、いくつかこうお話をしていきたいというふうに思います。そしてこの内容でね、さらに弓道っていうのは面白くなるような、そんな私は皆さんにですね、この自然体っていうものを身につける弓道、自然体を身につけるその弓道の考え方っていうのあったんだ昔はと、と思ってですね、きっと役に立ちます。このもう内容を使ってですね、さらに弓道がさらに面白くなって、さらにもうな、例えば審査目指してる人、俺も審査やってやるぜと思い、で私この自然体を学ぶのに一番最適解がまあ強い意味なんですね。もうこれはもう決定です。全弓連の形では残念ながら自然体って分からないです。まあたまにね分かる人いると思うんですけども、まあ分かんないです。一番簡単に分かる方法は強い弓使うことです。それはもう仏教の雑事とか仏教でおける修行のこの形とか体系からしても、これはもう非常に合理的にできていることがもう分かっているからです。ということでですね、今回はまあ皆さんにこれから理論弓道どういうことをお話ししていくかっていうことをですね、ここでお話ししたんですけども、今年最後を飾るわ、今年最後っていうか今年最後のこのメインテーマとなる弓と禅っていう内容ですね、皆さんにお届けしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。